ただ切ってるようだけどそれなりに意味あんだよと、こうやって何本も一緒に出てるとこは一本にしてるの、こうやって立ち上がったのを落としてこうやってね、これだけ残してるわけさ、だただブツブツと切ってるわけでもないんだよ。わからない人が見てただ切ってるように感じるけど、やっぱりこの上行ったら弱い枝だけ残って、立ち上がり枝を落として、で混んでるとこみんなこう下から抜いてるからね、こうやってほら、俺にはただ適当に切ってるしかない。見そう、そうだって見えない、ちゃんとこの枝のバランス、これ2本あるけどどっち取るかって問題はね、 あるでしょ。そうかい。だからこっちを取ると、俺はもうどっちも残すもんな、わかんないでしょ。それ来年になったら分かるっけ、これ全部葉落ちたらね、そうだよね、枝がバランスよくね残るわけさ。来年の新芽が出た時に分かるわね。新芽出た時に分かるの、これ裸にならなきゃ分かんないんだよ、うん、こういうふうにして木が見えてきたでしょ、うん、こういう感じにして、こういう感じにして、ああいいですね。で次これ一回、うん、こうでしょ。あ本当だ、これね、まあせこういう感じでね、ちょっとこう後ろ枝になるよ、あのハサミ入れたら2000になるよ。だからこれやっぱり話しながらやれば、なぜここを切るかっていうことを話しながらやればなおいいんだけど、だけど全部、うん、そうやってやってたら終わらないから、終わらないっていうよりもなんか疲れるまあこれまあ見る人見たら大体見てりゃ分かんない、おっと思えばいいんだから、こんなに撮るのっていうぐらい。あ、まだ好きだ。これちゃんとやってくださいね。ちゃんとね。かんだって。はい。いやこれもっといいの出てくる今。出てくるくらい。こんなんだまだまだ。これ結局ね上に行ってね、うん、太いとこね、こういうとこもったいないような気するけどね。来たんでしょ。うん。こういう細い枝に変えていくの、うんうんうん。だからこれなんかだったらさ、これで根っこからゴン。これでいらないの。これね。それでこれはもう。こっち側邪魔して出てきてるし、うんうん、太いからここも取る、でこういう風になるでしょ。で今度はこの枝はね、どうしても太いやつから出てた場合は、うん、ここで落としておくとここに来年の芽用意するの。あ、はいはい、それが出てくるからここまでやっちゃう。で最終的には背の高さはこれでストップさせるから、こういう感じね。これで少しはびっくりするんじゃない。この立ち枝はいらないんですか。これ、これどうしよう、これそれは残しておくの。これこうやった方がかっこいいでしょ。あ、そうなの。これここの曲がりから一曲目ここに欲しいけど、これもっと下出るからね、これ、うんうん、この辺だから、いざ植えるときはしたらここはあんまり長すぎるでしょ。あ、そう、これ一曲こうあったらかっこいいでしょ。これこういう風にして、これが今度はこっちこう来る、うん、そう来るでしょ、来るでしょ、うん、でこれもちょっとこっち出す、うん、でこれこう出す、これこれだ、なんとなく模様になったでしょ。なっすっと、これもこういうこれ絡まってたこういう芽があるでしょ、うん、これ落ちるでしょ、うん、また来年同じところに葉っぱ出るの。ああ、この切ったとこからまた芽出るよ。今切れば来月また芽用意するもん、今だったらその目に時期があるの。おう、あまり早くやってももう一回出ちゃうんだよ、うんうん、変な中途半端な目。もうねこれここにね、こういう小さい目は見えるんだ。これここにもあるし、ここにもあるのこれ、うんうん、これ目なの、誰の目だけど、仮に今ここに切ったらこのとこにまた用意するわけ。あ、そう、うん、だから今この枝はこれいらないからね、うん、こうやってただそれが枝になっちゃうの。枝になるの、来年こういう風になるの、うん、だから5、6センチ伸びてくるの、ずっと。だから来年は来年で芽摘んどけば、またそこから小さい枝がいっぱい出るからさ。まずこういう、こういう仕掛けでね、
やっとけばさ、これこういう仕掛けで。これ、どこだろうね。これが芯になるところ。え？これが芯。で、今、撮影してるの？してるよ。ほんと？真面目にやってくれないよ。視聴者からクレームするかも。髪切れるよ、古いけど。今日の朝が切れて。それはいいっすよ。これ、格好大体できてるでしょ。あ、できてる。できてる。できてるけど、これでは全然ダメでね。これは今こういうふうにして、全部。これ何年ものさ。もらって3年目だけど。5年が経ってんの？いや、もっと経ってる。もっと経ってる。種だもん、これ。種か、西岡か。もらって3年目何年経ってるのってか、もらって3年目そうだよ、その前のことは分かんないもんね。分かんないもん。約何年経って種でどうだべ、7、8年ちょっとことでねえか経ってるべな。種か、7、8年かい。そしたら、ああいう花になるってまずどうとわかんない。どうとわかんないもんじゃん。あれでかい。うん、ダサダサーってどこのことかさいろんな人種混じって、あの、厚別弁さ北海道弁かよ厚別弁新札幌弁かよ、うん、